しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営でした。そうですね、自分は単体の精査をしていて、でその単体で黒いところを拾えて、そこからラインにつなげていくっていう精査をしてますかね。はい。で今回特殊ルールっていうことで、霊能騎士潜伏っていうことで、まあそうですね。なのでこのルール上だと透かすところ、透かす、例えば自分が素村を透かすっていうところは普通に印象悪くなるなって思いますかね。なので透かしたところっていうのは普通に釣りたいなって思ってますかね。はい。まあこれ2番さん白いね。3CO とかだったらねいいのかなって思いますけどね。だいたい人間になるのかな。あと平和村でも嬉しいですかね。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。ヘイ、俺占い師、ランダムで1番さん白、2番さんに関しては 3CO だったら嬉しい。この村特殊ルール、霊能は、潜伏だから、2番さんは霊能のことをすごく考えている。だから2番さんっていうのはとてもとても俺は村目があると思ってるんだよ。はい。ここそうっすね。どうしたいと思うかな。まあ騎士とかも、まあ、あんま潜伏ってことなんで、そうですね、ちょっと釣り位置とか、多分グレーとか広くなると思うんですけど、まあ、発言聞いて、まあ、しっかり考えていきたいと思ってます。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。特に仕様はないです。まあ、2番に関しては、この特殊ルール上の当たり前のことを言ってるだけで、そんなに村目を感じたのかな、3番さんはぐらい。3番に疑問点を。別におかしなことは言ってないよ、2番。でもそんなに村、そんなに村目があるのかなってなるほど、2番って素晴らしいものだったのかなってぐらい。はい。以上です。まあ3番は大国出てからの精査でいいんじゃないですか、あとは。まあなんだろうな。まあこういうルールなんで、まあ、ヘイトをばらまく人間っておのずと怪しくなってくるかなって思うから、まあ、初週は難しくても2週目1本してないし2本ずつ1本ないし2本上げてほしいから、ちゃんと理由を持って自分のランテージがねそれぞれがって思うぐらいですね。僕はヘイトばらまいたらそうやって結局役すかしたがってるのと同じ行為だと思ってしまうから、僕は。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、2番はいいと思いますよ。自然な感じで。4番がね、2番のね、3番を通して間接的に2番にね、不当な黒塗りをしていますね。ちょっと怖いですね。何かまともなことを言ってるけど、2番が村に見えているんじゃないですか。白をも見えている人狼で、まあ、今日の SG 要因だという、なんだろうね、弱いものを食べちゃおうって思う人狼のように見えちゃってますね。4番がちょっと怖いなと思ってますね。これはね、まあ後の後半位置は2番は SG だから2番釣ればいい、4番は白いって言いそうで私は震えてますね。まあ4番さん諦めてください。2番4番なら4番の方がね、2番へのね黒塗りしてる感じに私は映ってますよ。私だけでも4番のマーク外しませんからね。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番占いにしろね、にしろ、そうですね、いいとこにしろ出たかな。もう発言聞いてそう思いましたね。その小判さんの、ね、4円の指摘はいいんですが、まずね懸念しなくちゃいけないのはね、3番の占い師としての精査の仕方がね、なんかね霊能目線のような感じに聞こえちゃったから、おそらく3番はスライド、あると睨んでますね。で占い師がしっかりとね占うんですけど、釣り役が潜伏でしょ、釣り位置に関しては役っぽいところを今日釣り位置に上げないんですよ。
わかるかな。4番に関しては人狼か騎士だと思ってるんで、うん、占い師ですよね。10番4番は占い師なんですよね。釣り地にあげませんから。ただ4番はちょっと臭かったですね、まあ、平和問題はしないでね、頼むよ。7番のプレイヤーが発言します。どうも僕です、おはようございます。使用ありません。いや俺5番さんのね、4番さんに対する精査っていいなと思って、4番さんって2番さんに対して、2番さんの狼はないと思ってるんですけど、4番さんが2番さんに対して、まあ、まだなんていうの、黒塗りの要素をなんか残しながら発言してるような、まあ、フィーリングに近いものなんだけどね、の感じで、だから5番さんの4番さんに対する精査いいなと思っていて、3番でもね、3番さん6番さんに狼がどっちかにいた場合って、ああそっか、6番さん4番さんのこと釣り位置じゃない、占い位置だって言っているから、危なかったら書こうと思っている4の句ってあるの。ああなるほど、わかりました。はい、4の句は全然あるかなと思ってですね、それぐらい、はい、2番さんは狼ないと思っている、5番さんは考察が三四郎、4の句はあると思って、以上。8番のプレイヤーが発言します。俺今日4番さんか7番さん行きたいかな。まず7番さんの4、6精査はちょっと俺ないと思うね。5番さんが結構4番さんマークしてて、6番さんが西郎打つ子行って4番さん釣られるよ。だって4番さん2怪しんでて、6が西郎打ちって4番さんの HP 低いから、ちょっと6、4にはちょっと見えない。俺あるとしたら3、4だと思うけどね。だからその視点がおかしい7番さん。あと4番さんがやっぱ2番さん黒塗りしようとしてたの怪しいんで、俺5番さんが現状グレー再白かな。俺2番さんの本当役職ないの透かさない方がいいっていうのはすごくムラリがあったと思うから、3番さんが2白く見る視点普通だから、4番さんの2叩きちょっと不当だったから、4番さんか7番さん行きたいですね、今日は。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。そうですね、4番さんが結構マークされてるような感じで、僕4番さんの精査って結構頑張ってて、3番手の位置で2番手精査頑張ってるなって思ったんですよ。まあこういうルールなんでっていう理由の内容も良かったなって思ってるんで、僕そこまで怪しい視点っていうのはなかったんですよね。でもみんな4番さんが結構マークされてるようで、どうなんでしょうっていう分からない思考になっています、自分自身。ただ46って言ってた7番さんかな、8番さんはそれはないよねって言った、僕も46はないかなって思いますね。あるとしてもないとしてもなきにしもあらずってところではありますが、まあ2周目聞いて僕は釣り位置上げたいかなって思います。そしたら盤面ももしかしたらすっきりするのかもしれないねということで、2周目で1番のプレイヤーが発言します。はい、どうも。これはね、6番さんにアンサーをもらいたい。今6番さんは現状で怪しんでて、その理由としては3番さんに霊能のスライドがあるって言ったんだけど、この特殊ルールの状況下の中で、3番さんが霊能スライドって100ないんですよ。そういうルールじゃないかなと思ってるから、6番さんを怪しんでるから、6番さんはそれにあとアンサーが欲しいかなって思ってます。あとこの特殊ルールの状況下で囲いって、全然強い盤面だと思ってるから、2番さんって別に黒要素はないけど、6人の囲いってあってもおかしくはないんじゃないかなって思ってるから、別にそれを多分ね、7番さんは言おうとしたんじゃないのかな、違うんだよ。2番のプレイヤーが発言します。はい、7番が占いで、私白で、あ、3番さんすらすいません、あれじゃあ7番さんが新進行ってことですよね、合ってますよね。で3番さんに関してはただの普通のムラスラって感じなんですかね。なんすかね。
私思ったのはなんか1番さんが、6番怪しんでるって言ってて、そこは視点一緒だなって思ってて、6番さんってなんつってたっけな、あそうそう、なんか4話棋士か人狼みたいなこと言ってて、なんか6番さんそれって棋士ないの、なんか棋士ないって言ってるようなもんやんって思ったんですけどね、それってなんかメリットあるのかなって思いましたけどね。うん。かな？はい。で、ちょっと待ってくださいね。うん、なので、6番さんが、やばい。ごめんなさい、慣れてないけど、でも、現状にもついたいのは6番さんかなって思ってて、で、一番さん白いって思ってます。はい。で、以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい。この、なんだろう。その霊能潜伏の村だったら、占い師を一角した方が強いと思ってますね。はい。だからね、自分村すらしました。はい。霊能さんのことも考えて、俺は村すらしたっていう感じですね。はい。で、6と7に関しては、7番さんに関しては、確か6と3だと、まあ3、まあ6、4持ってくか。まあ、6番さんの想像の発言から確かにスライドはないと7番さん見てたのか。だから7番さんの視野もあるとは思ってるよ。うん。で、ただ7、4はないかな。うん、4番っていうのは、まあ、HP 低いけど、6とも7ともつながないから、4は省いていいかなと思ってる。うん。だから、やるとしたら、まあ、5、8、9、1だけど、1番さんに関しては2周目かな。6番さんの疑問とかあって、なんか1番さんに関しては、なんか鈍いって言ったらいいんですかね。だから2周目1かなと思ってる。で、5番さんに関しては2番さんの白ってやっぱ分かるよなと思ってるから、5番さんも8したいかな。現状8、9、1のどれかから行きたいかなと思ってる。まあ、8番さんの勘、その、6、4はないよなっていうのは、分かるんくんのないから。現状9、1のどちらかで行きたいと思っています。以上です。4番のプレイヤーが発言します。まあ多分なんかみんなに発言を汲み取ってもらえてないのがまず一つ残念なのと、2番ってこのルール上ムラリがあることを言ってるけど、別にそれって2番の主流要素ではないと僕は思ってるし、僕2番を叩いてるわけじゃなくて、2番は別に2番自身は2周目1だと思ってたから、それを村で見える3番が2番の色付けを起こしてるのかなと思って、僕3番に指摘してるだけなんだよね。全然わかんない、みんなは何を言ってるのかが。少なくとも1番はいいなと思った。まあ、3番すらしてるけど、3番に1番が囲われてる状態で、この潜伏状況下だったら囲いって強いよねって1番の発言から出ないと思ってるから、1番が狼だった時にね、わざわざ自分が囲ってもらってるのに狼って囲ってもらってるとこの盤面強くなるよねっていう発言が1番から出ないと思ってるから、1番が白いかなと思ってますね。はい、ぐらい。わかんない、3番が5番弾く理由は全然わかんないけど、はい。まあ、基本最終便乗位置の8番からでいいかなって僕は思ってるぐらいかな。9番に関してはあんま印象ないですね。5番に関してもなんか全然汲み取れてないから精査不能な人間になってます。6番の落ち度としてはルールをちゃんと把握できてない。7番に関しては 6-4 だった時に4が2を釣りをしたそうにしてるのに、6が2囲ったら4釣り1ヒットなんですけど、3のスラがなかったら、まあ、その点は8番は良かったかなと思ってるけど、結果的に最終便乗位置になってしまってるから、8番って現状8番ぐらい。はい。5番のプレイヤーが発言します。やはり精査がちょっとわからないのが4番だな。8番は白く思うんだけど、4番は一緒に7番というのを明確に1周目から伝え、2番は白いと思っているなんだよ。4番は2番は白とは思っていない。8番を釣りたいのはちょっとよくわからないんだけど、
このルールで変なことするんだろうかね、3番の人狼でって思うから、うん、8は発言で白いそう、3番はムーブレックがなさそう、4番の発言が俺と合ってないっていうか、8は白く見えない。で、2番ってまあ、隠しの出なくても8と言った通りに白いんじゃない？このルール的にはと思うけど、2番は隠しだけど、8番とか2番怪しい姿勢があるっていうのは、あ、4番はちょっと違和感を持ってますね。4番。一見で91の話を聞いてって感じになるんじゃないですか。私は基本4釣り、8と3乗台、9番1番の話を聞いてって感じです。占い師生産も難しいですね。2周目聞かなきゃ分からない。7番は、占い師としての話をまだ聞いてないからね。6番のは分かんない。まあ、その、ゲームがあれば把握もあれば、黒いか白いかも分からないものなんで。まあ、4。で、あとは91の話を聞いてって感じだ。順番的にはね。4番釣り、うん。次に9番か1番どっちかって感じになって、8が1番除外、3番はもう分かんない位置。はい。6番のプレイヤーが発言します。しかもでも見えすぎると偽に扱われてるさ、現実3番占い師じゃないじゃん。だってルール上3番が例えば2番占い師代行で、そのまま居座って2日目にレールを使って、これルール上ありじゃん。あ、ごめん、雑音がひどい。ごめんごめん。ちょっと頑張ってこい出すわ。でね、出方的に俺7番を人狼で置いてるわけね。そうですね。庭に見事に白かぶせてきてね。まあいいんじゃないですか。で、7の相方位置としてね、提示するとしたら、ムラスラした3。ちょっと考察がムラとずれてる4番。どっちかだと思うよ、俺。だから、ムラスラ、じゃあ、釣ろうよ、ムラスラなら。役ないんだら。全然いいよ。俺、3番、霊能だと思ってたからね、発言の内容からね。で、ムラスラでしょ、ただの。いいですよ、3釣りで。で、みんな4番怪しく思ってるんでしょ？俺も怪しく思ってるもんだって、役か人外だと思ってるから。じゃ、統一で4番占いましょうよ、7番さん。ああ、どうすか？多分、7の相方、まあ、3か4にいると睨んでますよ。まあ、何の考察間違ってないですよ、1番さん。現に3番占い師じゃないでしょ。発言でね、役なんていうものを透けてくるんですよ。で、人外っていうのは目立ったね、行動取ろうとしないから、ばあちゃん9番人狼もあるかもしれませんね、7番さん。7番のプレイヤーが発言します。え、何を聞かれた？俺そもそも6番さんが2番さんに白を出していって、4番さんが釣られる構図って言っているけど、6番さんって4番さんに対してしているわけでも、今日は釣らないよ、占ない位置には入るみたいな発言をしているよね。まあ相方に対して怪しむ視点を向けて、こういった視線があるのかなって。はい、じゃあいいです。4番さんに言っておくと、6番強人になった場合って3はあるかもしれないよ。はい、それぐらいですかね。1番さん自身が囲われているから、2番さんに対して囲いがあるんじゃないかっていう視点を向けるのって、次の日に自分自身がクロス占いをされて黒って出されるから、要は、ね、あの時点で6番強人だった場合、1番狼だった時って、6番が真に見えている状況だから、確実に2番さんに黒を出さないといけない状況って考えると、6番が強人だった時の1番狼とかはあるかなって思ってるんですかね。単体でね、気になってるのが9番さんで、9番さんがその位置で、俺がここでランテージ上げればいいのかなって言ってるんだよね。まあ、もう透かして申し訳ないんだけど、本人がそういう発言をしているので、9番は役は人外地だと思う。だから6番が狼だった場合の6、9はある可能性がある。6番が強人だった場合は1、3もあると思っているから、まあ今日は9番さんか1番さん、どっちかに入れようかなと思う。はい、それぐらい。以上。8番のプレイヤーが発言します。これちょっと簡単すぎじゃない？俺6球人狼の3強でしか見えてない。1番さんの最後の発言が真っ当すぎだと思う。3番さんなんか平和にした方がいいって言ってたけど、霊能出入れないよね。
平和にして霊能を占う可能性が十分あるから、狼って逆に平和にさせたいと思うぐらいだから、平和にさせようとする意味がないし、三仕様で逃げてるから今日三釣りしかないよ。でまあ4番さんもうちょっと待ってよかったと思う。盤面的にないよね。俺言ったけど64が見えないじゃん。だから64がないから、しかも7って初日4釣りをしてるから盤面的に4が最白けど、4番さんのちょっと煮たたきは不当だったよ。2番ってムラリあること言ってるから2は白いよ。で1番さんの6叩き真っ当なんで、で9番さんが一番ヘイト買わない動きしてて、2周目釣り1得ますねって、自分とか7番とかもう1周目から釣り1言ってるのに、9番さんって1周目から釣り1言えてないけど、やっぱ一番初日釣るのはムラリない人から釣るから3、まあ3番が狼ですらしてるんなら31だろうけど、ちょっと1番さんの6叩きって真っ当だから1を得ないから、これはもう6級人狼の3強でしょ。まあ5番さんが狼ならちょっときついけど、5番さんの初日4叩きって真っ当だから6級人狼の3強だと思うけど、今日は絶対3釣りよ。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。うんとね、6級ということで言われたんですよ、電車に。僕は村 BA なんで6級ありえないし、8番さんが64あるなし、あるかなしかっていう話をして、僕も64あるんちゃうかっていう1周目で話をしてるのに、まあ僕を入れてくるっていうのはちょっとわからないかな。で7番さんが2周目に出てくるっていう、まあ、平和村うんぬんっていう話だったけど、僕は7番さんが真だった場合、7番さんが、潜伏で出てくる理由が分からなかったっていう、その理由を聞きたかったよっていう話なんだけど、まあ、7番さんが真だった場合1周目に出てくる方が強いと思ってるので、まあ、人狼として出てくるっていうのはなさそうなんで、僕は6-7まだ差異はつけれませんが、心境で7番さんが差異をつけちゃうんですけど、7番強人かな、プレイに2浪いるのかなっていうふうに思ってます。で8番さんに不当な叩きをされたので、僕は8番さんが一番怪しいかなって、サイクロかなって思ってます。ってところですかね。まあ今日グレーから行くんですかね。グレーから行くんだったら8番さんかな。で67心境の8、じゃあ8の相方どこかって言われたら1番さんが怪しいかなって感じですか。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。いや、キューバさん、1番さんの一番の黒要素を教えてくださいって思ってます。今日3番さんに行けない人が人外だと思ってるんで、占い師は7番さんにして7級ローローかなって思ってます。なんで3番さんから行けない人が怪しいかっつったら、2番さんの初週の発言みんな聞いてた、真っ当だと思うんでしょ2番さんのこと。2番さんはスムラス化した人が無駄気がないからって、3番さんがまさにそれをやってるんじゃないんですかって思ってるから、6番さんはそういった、確かに3番さんが、スムラス化して村に7位からさん、役ケアをしないといけない。だから4番さんはね、見てこなくても大丈夫だったと思ってますよ。うん。そう、今日は釣り位置3番さんしかないんですよ。で、それを言えてんのが5、6、8なんですよ。追加しますね。で、2番さん隠しろでしょ、4番さん隠しでしょ。で、そうなると、もう7級しかないんですよね。7級ローローにしか俺は見えてないですけど、はい、っていう感じですかね。うん、だって3番さんだってその覚悟があって出てきたんじゃないのかなって思ってるし、うん、だから3番さんに行けない人が人外だから7番9番狼なんじゃないですかって思ってます。多分3番強人だと思って行けないんじゃない、それはっていう4かな。3番さん行きます。全プレイヤーの発言、その疑いにはどんな根拠が。ん、
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番3番の遺言を発表してください。はい、自分がやりたかったことはもう6番さんが全て言ってくれました。あのね、6番さんと自分で占い師をして、あの2日目でスライドして霊能しようかなって思えば、なんかそれでうまく決まれば美味しいかなと思ったんですけど、まあそううまくは決まらないですね。うん、ちょっと残念だなと思ってる。うん、1番さんに関してはね、そうっすね、1どうなんだろう、1に関しては、うん、なんか3が霊能ってこと分かってたんじゃないかな。だって2分すぎ、うん、ただ1が強かどうかって言うだったらどっちだろう。これね、1ね、1って6、7精査って大して尽きてないからね、多分ね強靭じゃないかなって思ってる。うん、6、7に関してはね、そうっすね、6が分かってくれてるからな。けど6ってなんかラッキー3番つ、なんか3番のこと分かって3番釣り押そうとした人間なんですよね。だから6が偽じゃないかなってちょっと思ってますね。だから7神かなって思ってる。うん、7神だからおそらく7のことを理解してる人間が、いやちょっとわかん、グレーに関してはそこまで深くは分かんないって感じですね。以上です。結局フルオープン、一番さん知ってください。夜が更けました。結局フルオープンかよ。4番出なくてよかったけどな。4番が盤面的に一番真やろ。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番5番のプレイヤーが発言します。はい、8、4、6、9、6、はい、ってことは8番これ隠しろか。はい、3番黒、狼でやる意味ないと思うからどうしよう。これ1を釣るか9を釣るかだな。9釣って終わんないのを見るか1を釣るかだね。どっちかだね。91のランだねこれ。安定策で1を釣るか、3黒のムーブだったらやばいと思うけど、3級でやってる可能性もあるってこと。まあ困ったね。安定策で1を、でも待て、そっかそっか、あ、9角黒なんだ俺視点は。あ、でも待てよ。進路パターンもあるってことか。進路パターンもあるっていうことか。だから、3番黒、1番黒のパターンがあれば9番白になる可能性も秘めてるから、安定策なら1釣りですね。はい。はい。まあ、9番を村釣る流れがあるなら、まあってことだけど、3番が死んだった場合に負けるんで、安定で1釣ってっていうのが一番いいんじゃないかなと思うけどな。まあ、一応進路ケアでね。まあ、そういうのがなくて今日ローで出てるんだったらもう9番なんだけどね。まあ1釣りでいいんじゃないかなと思うんだけど、ローっぽくなかったんだけど3番ってと思いながらね、俺はね。ローでやってんならやばいと思うけど、初日のふざけたムーブで。まあ以上です。はい、6番のプレイヤーが発言します。あ、強すぎてごめんね。俺目線は、はい、791ね、全部釣り切って勝ち確なんすよ。当然8番さんはもう隠し色になってるんでね、もうどっちが進化分かったでしょこれで。だから 3番がワンチャン新霊能の可能性もあるんよ。だから言ったじゃん俺1周目の発言で、3番霊能だったらもうちゃんと出ろよって。出ないから釣ったんだよ3番を。ワンチャンだから3級ローっていう可能性もあるし、1番強靭、7球路、全部の可能性あるからね。俺目線はだからいいよ、村の安定で1釣って1が死んだったら
俺が7売らないばいいだけの話なんだから。うん、これイージーなゲームですよ。どの道これ人外どうやって勝つつもりだったの、うん、まあ、4番もね、出る必要なかったけどね。うん、で俺で全部の役職が当ててるんですよ。その上で、おそらく7番が人狼だと思うから、うん、1番狂人、3番が心霊能だったって見たいけどね。うん、まあまあ、どの道、うん、この道を。明日7の色結果伝えればね、勝ちなんでね、安定で1いきますか。うん、あと、だからもう僕目線、あの2、5、7とね、スムラ確定してますでね、うん、あとはまあ、じゃあ、確定白の、8番さん。8番さんね、うん、確定白っていうか、もう2、5、7全部スムラですから、はい、僕目線。はい、どういう判断するか、釣り順はね、任せます。7番のプレイヤーが発言します。どうやって勝つつもりなのかは人外の6番さんが教えてください。いや、あの1番さんの考察を聞いて3番さんに、1さんが霊道対抗で3番さんに言ってる人やべえやろと思って8番さんがなった白でした。1番さんって7級ローの3強人を提出して7番という狼がスライドした3番強人を保護し相方の狼の9番を釣り寄そうとしているっていう考察をしているんですよ。割と衝撃を受けましたけど、はあ、まあなんで今日は1番さん釣りますね。まあ、1番さんが死んで3番オオカミだった場合は、まあ6番さん6、3オロオロはちょっと見にくいですね。6番さんが3番さんのスライドを予見し、3番さんも遺言で6番さんだけは分かってくれたっつって6番さん投票してるから、まあ、6-1 は無きにしもあらず。6-9 のクラドコールもゼロではないと思っています。5番さんだけが一番俺の中では今遠い位置かなって思ってますかね。はい。今日は1番さん釣りますよ。以上。なんであの考察で3番さん行ったのと思ってますけど。はい。それぐらいですかね。さよなら。8番のプレイヤーが発言します。いやー、俺1進に見えちゃうな、これ。1番さんってもう言ってることとかめちゃくちゃ真っ当だと思ったけど、まず3ってスライドで逃げてるから、そこを釣り寄せてない7球がめっちゃ怪しいよね。これなんだろう。3球、7強人で太鼓の白で3四に出ないよな。7ロー73人狼73人狼9今日ねえよな。ちょっと待ってよ。俺1死んだと思うけどね。いやー、9番さんって一周目釣り一言わずになぜ8になったんやろ。これ、6級の黒囲いもねえんか。1進だと3黒だしな。あー、わかんねえ。1釣ったところで俺9にしか行きそうにないからもう9行くか。俺1位の方が新っぽい。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。1進でいいんですけど、あの6番さんの発言で出現してたの聞いてましたか？あの1番、2番さん聞いているなら僕の弁明っていうかもう革命を起こさせてほしいんですけど、6番さん出現していました。6番さん僕のこと黒って今、黒でしたよね。僕白なんですけど、僕のこと黒って言っといて6番さん僕、9番強人73ローあるかなみたいな発言してました。僕だけですかこれ聞いて。6番さん確実に僕のこと強人って言ってましたよ。僕は6番さんに黒打たれたんで、僕は耳をかっぽじって6番さんの話を一言一句聞いてました。6番さん僕のこと強人かなっていう風な話をしていました。7番、8番さん、僕目線隠しろっていうかもう、
僕はしかも6、7は新居って言ってるんで、普通に考察すると、6、7は1日目新居でしかないかなって思ったんで、6番さん強靭の、まあ、1、3どっちかに黒がいて、3が黒だった場合、相方子かなって思います。それしかないんで。で、5番さんの言ってた新郎新郎ってのは僕ない、絶対ありえないと思います。絶対ありえないと思います。安定進行、でどうやったら安定進行かなって考えたんですけど、ちょっと分かんないんで安定進行分かんないです。ただ僕が言えるのは6番さんが出現してたっていう話です。1か3がどっちか黒なんだ、どっちか黒だと思ってます僕は。で3が黒だと思うんで、3号ロール6強に1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。キュさんごめんね、そこは拾えてなかったけど別の出現俺は拾ったよ。6番さんは257が角村って言ってたね、うん、7番さん対抗なのにね。で昨日入れてきてんのが3番、5番、7番でしょ。まあ7番さんはね、俺がそうやって言ったからだと思うけど、3号ロー6強陣って全然見えるね。あ、確かにそうだなって思って、あ、視点更新しましたね。3号ロー6強陣に見えます。はい、なんでね、5番さんかな、バスールはって思っております。うん、まあ、そうだね。だからその3番さんに行けないのがおかしいって思ってるって。7番さん、今は真に見てるから、7番さんのことね。うん。あ、それは6番さんの出現を拾ってるからね。うん。7番さん、3番さんに行かないとダメじゃない？スムラを透かしてるんだったらって思うんですけど。今日は5番さんで終わると思ってるんで、5番さん行こうかなって思ってるぐらいです。2番。のプレイヤーが発言します。うん、そうです。私1番さん死んでみてんですよね。だって3番さんってそこで占いで出て村すらしてみんな3番さん釣ろってなって霊能で出てって、1番さん霊能で出てってなったら、やっぱり1番さんっていうのは普通に死んで見えちゃってますね。はい、で、うん、一番さんも、うん、そうですよね。うん。え、むずいな。いや、1は絶対に死んだと思うから、1釣りたくないなって思ってます。やばい、ごめんなさい。めっちゃ沼ってますね。8釣らない、1も釣らないってなったときに、9、5もどっちかなんですけど、5いきます。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠が。マジで1922が5。追放されるプレイヤーは、ゲームが、うわ、強え。村人陣営の勝利です。強えな、これ。ほら、初日5でよかったでしょ、釣り1。出現したから。噂は占いはいいやと思ってたのね。いや、1番さんが芯取りすぎてたね、かなり。やったー。遅いんだよ、3番の霊能すらが。いや、なんで7番さんと9番さん3いけれんの、あれ。ああ、僕は2番さんは2周目行きで、だから、その、まっとな理由を言ってるから3番に行った方がいいっていう感じだったんですけど、別に僕は普通かなって思ったんで、別に3番さんは分からないかなっていう、3番さんを単体で見たときに分からないかなって感じ。いやー、これ霊能旋風が最初釣られそうですし、よう強いね、これ。なんか怒られるかもしれないんですけど、6番さんって占い
占い師ですって言ったのどのタイミングでした？あ、聞いてなかった、1週目すぐ言ったよ。ああ、なるほど。あ、なんかそうなのかなって思ってきて、あれ占いって言ったかなみたいな。でもそうなんだろうなと思って聞いてて。いやなるほどね。これ一番さんはあれだね、3に投票してないから5が怪しいと。3番、2番の紫を起こしてたし、5番が言ってることめちゃめちゃおかしい、4番の視点めちゃめちゃ合ってるやん。なんでみんなが分かってくれないのか全然分かんなかった。俺は分かってたよ、4番騎士って。でしょ、もうなんか人外だけど6番が汲み取ってくれてよかった。いやけど4番さんに怪しいもん、あれ。いやだから僕2番を怪しんでないんだよ、1ミリも。2番ってこの特殊ルールの状況下で村里があることしか言ってないのに、その2番を村で置ける3番が分かんないって僕は言ってるだけだから。そうだね、2番の黒塗りは1ミリもしてないし、2番のことを1ミリも叩いてないから僕って。いや、そう、2番を村で置ける理由が分からないってことは4を2怪しんでるってことじゃないの？違う違う、3番が2番の白助を起こしてるんじゃないって2周目ちゃんと説明したけど。あ、違う、でそれを踏まえて2周目に4番さんが3番さんから視点がずれたところが4番さんちょっと黒いなと思っちゃいました。うん、あと7番さんの46はないでしょ、あれ。いや、6番さんが4番さんに LINE をつなぎに行ってる可能性もあるし、46をないように見せるためにあえて、まあ、釣り位置に上げず占い値だってだけ言ってるから逆考察しちゃいました。あのままに1番目固定になったときって、じゃあ3番占い、6番占い、2番白、1番白のときって4番釣り位置筆頭なのに46でどうやって勝つんですか？そうそうそう、46はちょっとね、4が霊の死を逃げないと46はないよね。普通に6番が汲み取ってくれてたから6番護衛したしね、僕。いや、なんなら6番さんがスラするかなと思ってたのもあって、3番さんがスラするからそっちと思っちゃう。いや、これ勝てたの1番さんのおかげやな、かなり。だから1番は最初だったし、3番と5番がおかしいよって言ってるじゃん。最初ウィンドウ1番8番さんもおかしかったんで。当たってるやん。いやー、みんなありがとう、特殊ルールやってくれてお疲れさんでした。いやー、楽しかったです、お疲れさんです。